ジャンパウロパッチィーニ、ジャンパウロパッチィーニ、ジョンプーロパトシニー、1八十四年八月二日体は、イタリアペイシャ出身で、元同国代表、レワンテド所属のサッカー選手。ポジションはフォワード。アタランタ BC の下部組織出身、u 十一エウロペカップに出場した際には、大会の最優秀選手に選出され、u 十六イタリア代表から各世代の、 代表に招集されるなど、早くから才能を認められていた。2003から2004シーズンにトップチームに昇格し、セリエ B39 試合出場で9得点。チームの昇格に貢献した。また、UEFA 主催の UEFAU-19、欧州選手権2003に U-19 イタリア、代表として出場し、優勝している。 セリエ A で迎えた翌シーズンは、前半戦で12試合出場、3得点。2005年1月12日、遺跡金650万ユーロでアッコフフィオレンティーナに、遺跡。一地でのユベントス FC 戦でゴールを決め、遺跡早々にフィオレンティーナファンの心を掴んだ。後半戦では14試合に出場し、3得点を挙げた。このシーズンに31得点し、 ゴールデン10を獲得したアルカトーニの控えに甘んじるも、2番手ストライカーのザオ・バレリ・ボジノフと争った。ユベントス戦やインテル・ミラノ戦闘のビッグクラブ相手の得点が高く評価され、セリエ A 最優秀若手賞、カルジョ・オスカーを受賞している。途中交代での出場など、出場時間は限られていたが、26試合に出場5得点しており、どれも重要なゴールであった。 開幕前に U-21 イタリア代表の試合で負った怪我のため長期管理脱し前半戦を棒に振る復帰一戦目のフルス、アタランタ戦においてドッピエッタ2得点を記録した復帰後は当人の控えであり続けることに不満を訴え冬の遺跡市場でのレンタル遺跡を志願するもアドリアン・ムト等のチームメイトやチェーザレ・プランデッリ監督の説得に応じ シーズン終了まで残留した。最終的にこのシーズンは24試合出場、7得点している。ルカトーニの遺跡に伴い、チェーザレ・プランデッリ監督は、パッツィーニをレギュラーに指名。リーグ戦9得点、カップ戦3得点という成績で、プランデッリ監督が設定した、シーズン12ゴルの目標をクリアした。しかし、ヨーロッパの舞台、 UEFA カップで無得点に終わり、当人の代役としては明らかに物足りないという評価も受けた。プランデッキの相手市で、イタリア代表の FW アルベルト・ジラルディーノが加入したため控えに回る。シーズン前半から出場機会を求めて移籍を志願し、2009年1月14日に UC サンプドリアに移籍することが決定した。シーズン途中加入ながら、 セバン号10番を託されると、アントニオ・カッサーノとのコンビでゴールを量産。後半戦のみで19試合出場11得点を記録し、期待に応えた。翌2009から10シーズンは、キャリア最高となる37試合出場19得点の成績を上げ、サンプドリアのエースに成長した。2011年1月28日、インテル・ミラノへの移籍が発表された。 遺跡から2日後に行われたパレルモ戦に途中出場し、2ゴールとペナルティーキック獲得の活躍でチームの逆転勝利に貢献した。2011年5月1日 AC、チェゼーナ戦に途中出場。当時16位の相手にチームは決定的なチャンスを作れず後半45分まで0から1とリードを許していたが、約5分のロスタイムで立て続けに2ゴールを決め、 逆勝利の立役者となった。結局17試合で11ゴールを上げ後半戦巻き返しに一役買った。しかし、2011から12シーズンは一転して不振に、落ち入り5得点に止まり、チームも6位に終わった。2012年8月22日、サンプドリアでコンビを組んでいたアントニオ・カッサーノとのトレードにインテルと AC ・ミランが合意した。 8月26日のフルス・サンプドリアとの開幕戦で途中出場し、ミランでのデビューを飾る。続く9月1日のボローニア FC 戦では、移籍後初ゴールを含む3得点を記録した。結局、先発出場が15試合のみと出場機会は限られたが、ステファンイエル・シャーラウィの16得点に次ぐ、チーム2位の15得点と2年ぶり2桁得点を挙げた。 2015年7月11日、エラスベローナ FCA、フリートランスファーで加入することが発表。2018年1月31日より、スペイン、レバンテー、レンタルで移籍、2月3日のレアルマドリードとの対戦で1点ビハインドの77分から、途中出場し、デビュー戦で2から2の同点とする貴重なゴールを決めた。2007年3月10日、 改装工事明けのウェンブリースタジアムで行われた U-21 イングランド代表対 U-21 イタリア代表のフレンドリーマッチに先発出場。スタジアム史上最速、試合開始28秒後で先制点を挙げ、トリプレッタ、三3得点の活躍を見せた。後半に交代し、ベンチに退く際には敵地のイングランドサポーターからスタンディングオベーシンを受けた。 2009年3月22日、マルチェロリッピによりフル代表に招集される。3月28日のモンテネグロ戦で代表デビューを果たし、代表初ゴールもマークした。翌年の W 杯のメンバーにも選出され、グループリーグのニュージーランド戦で後半途中から出場した。2011年9月6日のエウロ2008予選のスロベニア戦では途中出場から85分に。 決勝点を挙げ、イタリアの本大会出場決定に貢献した。ユース各世代のイタリア代表に招集され、将来を職望されてきた選手の一人。2005年にセリエ A 最優秀若手賞、オスカルデルカルチョを受賞。2009年には A 代表デビューを果たした。愛称はパッツォ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。